にちは、しょりちゃんのにみです。今回ははい、にみちゃんがなんとなんとかすり傷、かすり傷、まあ怪我をしたということでね、帰ってきたので。でもしょったら抱きねえよ。でもさ、鬼ごっこして転んだんでしょ。滑ってたでしょ。姉と一緒だね。体育館めっちゃ滑んだもんだって。あ、体育館でなったの。うわー、じゃあ超あれじゃん、床に擦ったって感じ。うわー、逆に痛いね。しほちゃんがもうね、動画にも2回ぐらい上がって、3回目は怪我したってことを暴露されてるんですけど、はい、もうほんと両膝ね、怪我、鬼ごっこして転ぶっていうパターンなんですよ。昨日ね、昨日ね、あつ森ね、久しぶりにやったらね、手紙ね、めっちゃ届いててね、その中にね、視聴者さんの手紙あったの、それ見たらね、めっちゃ昔に手紙来てたっぽくて、見たらね、しほちゃん、怪我大丈夫って言ってたよ。あら、心配してくれてるんだね。確か。大丈夫です。じゃあ、もうすっかり治ったでしょう、多分ね。さすがに。はーい。じゃあ、りみちゃんね、怪我しちゃったということで、どんな感じですか？ちょっとね、今ね、絆創膏してると思うんですけど、じゃあ見せてもらいましょう。じゃあ、ちょっと膝を曲げて。はい、こんな感じでーす。テープ貼ってある。そう、なんかちょっとわかんないかもしれないけど、絆創膏を貼って、なんかセロテープ貼ってあるね。絆創膏が取れちゃうからかな。なんかこっち粘着力良かった。絆創膏によってね、粘着力も違う。はい、ということでね、今からもう絆創膏ちょっと汚いので変えるのでね、一回取りましょうか。多分ね、しほちゃんみたいに、ね、血がバンバン出るような怪我じゃないので、ちょっと皮膚がむけちゃったぐらいかな。床に擦れて。おー、ちょっと赤いね、でもね。あ、そう。一箇所？ここね、ちょっとね、なんか皮むけちゃったから。あ、そっかそっか。一応。二箇所皮むけちゃったのね。こっちがしょ。あー、そうだね、痛いね。はーい、じゃあちょっとね、新しい絆創膏に変えたいと思いまーす。めっちゃ黄色い。ね、海が出てるね。はい、ありましょう。ありました。あのですね、これはキッズパワーパッドです。これですね、貼ったので、どこにいましょう。で、これね、肘膝用でね、伸縮するやつなんですよ。曲げ伸ばしがしやすいやつ。これ初めね、しほちゃん怪我した時知らなくて、違うの、つけてたら、やっぱね、曲げ伸ばしするとね、取れちゃうんだよね。でもこれはね、いいです。これ多少曲げ伸ばししても取れないから。ちょっと大きい、これ。でもね、りみちゃん2箇所あったから、2箇所とも隠すような感じで一気にね、貼っちゃいました。はーい、ということで、おまけでちょっと左膝のピルって見せてください。なんで、頑張った証でしょ。はい、3、2、1、じゃーん。実は金曜日ね、習字書き初めの練習があったんだよね。それで、体操服に着替えたのかな、短パンに。それでそこ汚れちゃったのか。じゃあ洋服だったら、洋服が汚れてたってことじゃない。体操服になってよかったね。はい、ということでね、頑張って習字を練習したら墨がついちゃいました。なんかね、最初ね、ここ固まってたのに、急にピーってなってた。あ、そっか。広がっちゃったね。はい、ということでね、ゆみちゃんの傷も早く治るように。お風呂入んなくちゃ。祈っております。そうね、お風呂入って、その炭とか落とさないとね。その傷はね、もうその絆創膏ね、取れないから、お風呂入っても。この絆創膏取れないの？お風呂入っても取れなかったよね、じいちゃん。取れなかった。お風呂入っても取れないから大丈夫です。ずっと貼ったままで大丈夫です。はい、5日間ぐらい持つよ。そう、ちゃんとね、綺麗に使えばね、5日間ぐらい持つ。5日間保護って書いてある。最長5日間保護って、このキッズパワーパッドの説明書にね、書いてありました。本当じゃん。ん、嘘つきじゃない。こんな感じ。ん、嘘つきじゃないよ。嘘つきじゃないよ。じゃあね、みみちゃん早く治るように頑張りましょう。
はい、じゃあ今度怪我しないようにね、それも合わせて羽のようにならないように。有名になっちゃうからね、パンツをバンバンして。実際なんないから大丈夫。はい、それでは、バイバイ。バイバイ。See you next time.